ちは。ということで、はい、この2人が揃ったら、そうですね、まあ勘のいい方はお察しなんじゃないかと思います。はい、去年の夏 ね必死に頑張りましたからね。思い出すね。はい、あんなことあった ね。なんとまた私たちがホリプロチームとして、はい、エアロスターに参加することになりました。いや、今年は3月ということで、うん、そう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 、今何月か分かってますか？今ね、2月です。イエイイエイ、2月でーす。ちょっと待ってください、はいはい、もう1ヶ月しかないじゃないですか。そうですよ、前回も1ヶ月だったじゃない。いや、でも前回なんてさやか最初一人で始めたんだからね。いや、メンバーを揃えるところから。確かにそうですね。でも今回私がいるじゃないですか、うん、強い助っ人がね、うん、味方がいるじゃないですか。でも前回もいてもどうせ3位だったじゃん。私のせいみたいになってますけど全然関係ないですよね。3位取れたらすごいですよ。でも今年は、まあね、そうですよ、うん、あんなすごい中から3位をいただけるってすごいことだね。それはね、でも今回はやっぱりね、またやるってことはですよ、はい、今回は優勝を目指してもちろんです、頑張りたいと思ってますんで、はい、ぜひぜひ応援してもらいたいと思うんですよ、はい、こちらの DVD が見えますか。エアロスターフォースほうが、はいはい、入手できましたので、イエーイ、早速ね、これを見て、うん、はい、どの曲を踊るか、うん、決めましょうよ。はい、決めましょう。そうしましょう、そうしましょう、ね、このね、音楽選びもかなり重要なポイントになってくると思うんだよね。そらそうですよ、他の人とね、被ってしまったそれだけでまたちょっと違いますからね。なんかでもこういうのとかってちょっと前回もあったじゃん、うんうん、だから前回と被りそうで逆に覚えにくいかも。ポニー苦戦したな。懐かしい、ポニー懐かしい、ね、しかもこの最初ね、いろんななんかできそうね、フォーメーションが、うん、イケイケゴーゴー入れれるとこあるかな。ね、あ、いけるやんこれ、うん、わ、かっこいい。このポーズのところでなんかいろいろできそうだよね、うん、でもいいって思うのはやっぱみんな一緒なのかな、ね、これもいいけどね。ピョンとかね、ね、音の使い方がいいんだよね、うん、あれ終わった、この中からなるほど決めるのか。どうしよう、どうしよう、どうしよう。でもやっぱこっちかな。やっぱこれかな。ね、なんかこれ人気の曲だから、うん、他のチームとかも選びそうだけど、うんうん、だからこそこう真っ向勝負というか、あ、もう正面からね。そう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 、なるほどね、他のチームにもこう当たっていくみたいな感じで、うんうん、あ、なるほどなるほど、うん、審査員としたら、うんうん、構成だったり振りだったり合ってたりとか、同じ振りの方が分かりやすいもんね、同じ曲の方がね。あ、そうそう、同じ曲の方がね。そうそうそう、エアロスター大会に向けてっていう感じがして、確かにみんなで一つで踊ってますって感じはするかも、うん、ね、うん、これにしますか。いや、なんかこっちでいいと思う、ね、でもこれがいいと思う、うん、これがいいと思います。はい、ということで、はい、曲決まりました。イエーイ。フライウィズミーを、はい、踊りたいと思います。イエーイ。ノリノリのいい曲だね。ね、ノリノリのいい曲だね。ということで曲が決まりました。はい、今回もね、はい、なんかアップテンポでノリノリのいい曲じゃないの？うん、ねえ、めっちゃ楽しみ。ね、どんな曲？ノリノリ。こんな感じのね。無茶振りしてきますからね。ほんまに無茶振り。じゃあ早速ね、はい、まあ、曲を覚えなきゃいけないし。はい、頑張って練習しますか。そうですね、1ヶ月しかないんで、ね、頑張りましょう。時間もないし、はい、よーし、よし、OK、
決まったイエイよしちょい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 あんたたち、あたしたちのことを忘れてない？誰誰？あたしたちをチーム、ハイユーハーハーじゃない、あんなに一緒にやったでしょ。さっきから話聞いてたら、あんたたち自分たちばっか頑張ってたような言い方してたけどね、うん、あたしたちだって頑張ってたんだからね。パイロット全然やってんやん。大変申し遅れました。自己紹介を、私たち、せーの、あんぷるぷるアップルパイ、アップルパインと、ふんかです。りかです。おんかです。あなたのハートを狙い撃ち、トリコロールでーす。花があるね。もうすごいメイクに時間かかってる、ね。そうや、私も30だから大変なのよ。私たちね、言っとくけど、うん、あなたたち以上に去年は頑張って悔しい思いしましたからね。ね、本当にね、レベルが相当低かったもんね。おい！いやー、あれはもうね、去年の夏懐かしいな。懐かしいな。あ、すいません、もうそれやりましたんで。あ、やったの？やっちゃったの？ズコ。画面も古い。どうしよう、30歳。歳こういうことだけど、あんだけ頑張って、うん、あれだけだったじゃないですか。何をおっしゃいます？諦めが肝心っていう言葉もありますよ。芸能界必死でしがみつくわよ。マイルド。芸能界でね、売れようっていうやつはね、エアロビクスだってとことんね、うん、あの最高峰に上り詰めますから。もう大丈夫ですよね。そう、だから悔しかったので、3月の大会、私たちも出ることに決めました。おー、やりました。私たちもエアロスターカップ参加するわよ。バイバイ。でもさ、まあリベンジ兼ねて、お互いに、はい、まあでそうですね、こういう風にちょっとライバルがいる方が、うん、燃えますから ね燃えるし、ちょっとあの、ライバル、もうそろそろトリコそっちに入れてもらっても。ちょっと何裏切るんですか。何ですか。今回も一緒になるかと思った。正直言うとちょっと不安。うん、何言ってんのよ、ね、私一応リーダー的存在なんだからね。引っ張ってくわよ今回も。いやでも足引っ張ってくわ。引っ張ってくわ。ありがとうございます。4人はまとまってるんだ。まとまってるんだ。もう私怒ったよ。何だ、何だ、何だ、何だ。今回は本気だからね。バイバイ。ちょっと待ってください。いいですか、水着の前にこれ逆の逆の裏裏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 こっちの方で。エアロスター出てたっていうの恥だからもう出ないことじゃないで。まあね、まあね、そう、前回そちらは賞もいただけなかったと。で、うちらは3位だったけど、悔しい思いした。大阪、東京両方3位でしたからね。そう、だから、はい、まあ、優勝を目指して、はい、リベンジも兼ねて、はい、頑張ります。今回は私たちも賞をもらいに行きますからね。優勝です、優勝。でもね、こう上を目指す、そうですね、優勝を目指す、まあ、良きライバルになるかどうか分かりませんけど、はい、一緒に頑張ろうじゃないかということですよ。はい、はいはい、皆さん応援してください。よろしくお願いします。お願いします。大会の詳細はここを見てね。ここかな、ここを見て、ね、ここかもよ。ここに詳細出たらどうしよう。見てよ。ちょい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 、はい、ちょい、ちょい、はい、この DVD の中からお、はい、ここを選びましょう。選びますよ。お、じゃあピッ、行きます。はい、バックショットからだよ、ね、おー、かっこいい。いつ着替えて今ガッツ、ガッツある。いつ着、ヒロシ。あ、かっこいい。あ、こういうのいい。あ、すごい。あ、いいね。魔法使いっぽい。すごくいい。いけない。あ、これいいじゃん。あ、おー、おー、おお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 ゆりこ先生かっこいいな。今聞こえた、聞こえた。なんかちょっと誘ってる感じだよね。そうだね。なんかいいね、いいね。あ、かっこいい。かっこいいじゃん、これかっこいい、かっこいい。あ、めっちゃかっこいい。カメラ、カメラ、カメラ。そろそろ出そう。あ、いいね。あ、ね、これさ、前回さ、取り入れた動きが何個か入ってる。かっこいい、最後。どうしよう、これいいかも。ダンスダンスダンスとフライウィズミーとファイアリミックスでみんなの点で上がってた。これがかっこいいよね。なんかこの始まり方好きだな。いいじゃん、振り向く時の顔無駄に決めそうじゃん。ちょっとやって、今カメラにやって、ちょっとやってよ。
そんな、でも最初って肝心だと思わない？前回もそうだけどさ、でもなんかこっちの方が踊り切った後にやったぞっていう感じになれそう。今の意見取り入れて私も7でしょ。せーの、 7! うわーすごいね。今全員ね、全員中で7ファイヤーリミックス。こう曲も決まったし、ちょっと飲みかな、飲みちゃう。しかも、ラッキーセブンよ。あーうわー絶対今回来る来る来る。今年の風水でラッキーなの7に入7入ってるんですよ。はい、じゃあ、オカちゃんは置いて、みんなで飲み行こうか。気づいたけど、飲み行っちゃう、飲み行っちゃう。